創世記一章の26節から28節をお読みします。創世記一章26節から28節をお読みします。神は仰せられた。さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を飼うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うもの全ての生き物を支配せよ。関野先生に統括的福音に生きる地を治めることという題でメッセージしていただきます。おはようございます。なんかこう睡眠に来たような、睡眠って言ってました。よく、ね、眠れて、昨日もですね、夜の、夕方のセッションに終わってご飯を食べて部屋に入って、さあ日本から持ってきた仕事をしようと思ったら、もう眠くなってしまいまして、寄せばいいのに時差を考えたら、そうだ、もう日本ではもうこれは夜遅くだと思って寝てしまいました。夜中に起きて少し登場したりしていますが、今日何かこのセッションの後に少し皆さんとこうディスカッションというんでしょうかね、語り合う時間が持てるようなことをさっきお聞きしましたので、そろそろ、まあ、食卓で一緒になった方には個人的にいろいろお話を聞かせていただいてますけれども、このところは分かんないとか、もうちょっと話を短くしろとかいろいろありましたら教えていただければと思います。短くしろと言われても多分短くしてないと思いますけどね。今その地震の話を聞いて、これは神様からのチャレンジだなと思っています。今様子を聞いて、神戸のこと、福島のこと、そして今回熊本、日本に帰って私はいろいろまた情報を聞きますけれども、特に福島の、福島というか東日本大震災のことを契機にして、日本の福音派の、我々こう指導的な立場に立たされている者たちはすごく大きなチャレンジを受けました。で、今日のこのセッション3はまさにそういう話です。参ったなっていう感じですね。うまく話せるかどうかわからないんですが、この地を治める、サーバントリーダーとして地を治める、サーバントとして地を治めるってどういうことなんだろうかってことを皆さん一緒に考えていただきたいと思います。あとでまた話しますが、この治めるというのはこう支配するとか管理するとか、いろんな意味を含んでるんですけども、この捉え方がこの福音という言葉に含まれていると私は理解していますので、ホリスティックな福音なんていうことをよく言うんですけど、包括的と一応日本語訳にしましたが、ご一緒にですね、それぞれ今置かれている場所で皆さんが携わっている仕事とか文化の営みとか、そういうものがこの福音という良き知らせの中でどういう位置づけにあるのかということを
考えていただければと思います。私は自然科学が好きで、ずっと自然科学の分野がどういうふうにこう聖書と関係があるのかなということを考えてきたんです。でどちらかというとこう福音派のこう聖書と科学の関係はこう敵対関係という感じでね、まあ、進化論のことは一番大きいんですけども、まあ、これ話すとまたあのスリム1回分ぐらいの量がありますのでやめておきますが、こういろんな科学者とかもう信仰を持っているもの持ってないものいっぱいいるわけですが、こう科学的なこう議論をこう構築していく、そしてその科学がこの技術という形で、まあ、本当は科学と技術、自然科学と技術って別のものなんですけどね、あるところからこれがこう競合するようになって、もっとひどい状況だとこう技術が先行して、もうまだ科学の理論が十分こう危険性までわからないうちに技術がこう先行して、後で大変な失敗が生じる、まあ、これが原発とかああいう問題になっていくわけですけども、それとこう聖書をあまりない神の言葉として信じる私たちはどういうふうにこの両方を折り合いつけていったらいいのかということ、結構大きなテーマなんです。私が好きな天文学もそうなんですけどね、私も少しだけこう技術系の仕事に就いたことがあって、物を生産するということをやったんですが、物を生産して人が幸福になっていく、本当に幸福になっているんだろうかって問いかけもありますしね、私はなんかこう携帯電話と敵対関係にあるみたいですけど便利だと思いますね、きっとね、私も周りの人見て便利だろうなと思うんです。今回のこの震災の情報だってそれがなかったら入ってこなかったと思いますけど、じゃあそれで本当に幸せに人がなったのかって言ったら、これはなかなかこう疑問がつくところでありまして、こう携帯とかインターネットができたことによって多くの犯罪とか不幸が起こったことは事実だし、私の身の回りでもそういうことをたくさん聞いていますので、私は昭和30年代というよく言われるそういう年代ですけれども、その頃って情報も少なかったけど結構素朴にみんな生きてたななんて思って、まあ、テレビにかじりついてですね、映りの悪いテレビを見ながら楽しんでいたような時代ですけど、だからこう便利ということと幸福ってまた違うし、まあいろいろありますよね、考え方が。でもちょっと今日はですね、この包括的な福音というテーマで、私たちがただこう魂が救われる、イエス様によって罪許されて天国に行けるということ、もちろんこれも大事な福音なんですけど、それも含めた私たちの体、行動、思想全部含めた上で、こう良き知らせとして神が回復してくださったんだということを一緒に考えていただきたいと思います。でこのレジュメのですね、序のところに何のために働くのかという、まあ、最初の問いかけがあるわけ で皆さんそれぞれこのヨーロッパにいらっしゃる皆さんはお仕事とか勉強とかそういうことでいらっしゃっていると思いますね。で何のためか、でその問いに対して従来の神の主権というものを中心に据えた理解では、それを人生の目的と言い換えて神の栄光のためと答える、これが一般的な答えでした。この中のところにですね、中の20というところに、これはウェストミンスター信仰基準小距離問答、大距離問答に出てくるんですが、人間の主な最高の目的は何であるか、答えが人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことであると、大変有名な定義です。でこれが一般的な答えでした。でもう一つ別の角度から言うこともできると思います。神にあがなわれた人間の自由意志というものを尊重する理解では、神の形として地を治めるためという答えもできるんです。でそれが今日のこの聖書創世記の1章26節から28節のこう人間が地を治める、地を支配する、統治、支配、管理と3つの言葉を並べておきましたが、そのために私たちはこの地上で働く文化的な営みをするんだという答えもできるんです。でこの両方の違い、何に違いが出てくるかっていいますとね、アダムとエヴァが罪を犯した時の原罪とよく言いますよね、オリジナルシン、最初の罪ですが、その罪が
人間をどこまで破壊したのかっていうその理解によって変わるんです。この現在による人の全的堕落を強調する、これがもう最初 その神の主権を中心に考える考え方です。それを強調するあまり、地上における文化的営みの価値を認めず天の御国に凱旋することこそ最高の価値と考えるならば、こうなりますとね、人間がやってる営みっていうのは、まあ、クリスチャンはまあいいけれども、クリスチャンでない人がやってる営みは全部これは罪の所産だと、極端に言うとそういう考え方も出てきちゃうんですね。何かものを作るとか、芸術的なことも結局それは罪を生むだけだと、極端に言うとね、そういう考え方に陥りやすいんです。そうするとキリスト者の職業観を定めにくくなります。そして職場には仕事をすることよりも伝道に行くんだという極論が出てくる可能性があるわけで、これ私が実際に大学生の時に言われたことです。昨日もねお話ししたと思いますけど、君は職場にはね伝道に行くんだと、魂を救う、それが一番大事なことなんだって、そう教わった。そうしますと御国を先取りしたこの世におけるキリスト者の働き、まあ、私たちはこれを目指しているわけですけれども、その現実性という観点からは、人の贖われた自由意志による地の統治とい こう2番目の理解も重要になってくる。つまり、仕事、芸術、文化、経済、そういう人間の営みをこう肯定的に積極的に評価しようとする考え方も出てくるわけで、今日はそちらを考えてみたいと思います。でこういう話をですね、今まで私も何度かした時に必ず出てくるリアクションは、罪の理解が弱い、人間は罪人なんじゃないかってもう出てくるんですね。もうそれ、私はそれはもういつも想定していて、それはそうだと。だけどじゃあいつも神様の前に私は罪人です、すいませんすいませんって言いながら、謝りながらこの人生を歩むのかっていうと、私は神様は聖書全体のメッセージからしてね、そういうことを求めてるとは思わないんです。でルターはそれで戦ったんですよね、宗教改革の起こしたルターは、うん、どんなに自分が苦行を積んでね神様に喜ばれようとしても、いつも自分の頭に浮かんでくる神の顔は怖い顔だと。でどうやってこの怖い顔を優しい顔に変えることができるか、苦闘して苦闘して苦闘して、そして最後ローマ書の1章17節の神の義という理解を正すことができた。聖書が本当に言っている神の義っていうのは、我々を裁く義ではなくて、不信仰な私たち、不義である私たちをイエス様ゆえに義と認め回復する神の正しさなんだっていうふうに、それが正しい理解なんだと彼は気がついて、ガラッと変わったんですよね。もしかするとまた私たちはその宗教改革以前のね状況に戻ってしまう可能性だってあるわけで、その辺は注意深く、これ大変神学的なテーマでありまして、一緒に考えていただきたいと思います。それぞれ皆さん今置かれている場所で働きをしていると思いますけれども、その働きにどういう意味があるのか、神の前にどういう意味があるのか、いやそれは神の栄光のためってね言いたくなっちゃうけど、それはそうなんですけど、そのもうちょっと手前にとどまってもう少し深めていただきたいと思うのです。序のところのポチの4つ目、ここでは包括的福音理解として主イエスの十字架と復活が人間の被造物統治管理権をも回復されたとの立場に立ち、積極的な職業観文化観を構築する試みを行います。加えてこの世に生きる際に欠かせない職業選択や結婚など人生の分岐点に立った際に重要となる御心を求める姿勢の建設が分かります。この、ね、御心を求めるってね、皆さんも使いますか、この言葉。なかなかくせもんですよね、これ。スリム16に参加するのは御心だったでしょうか。いや、御心じゃなかった、やっぱり来なきゃよかったってね。何か神様が主権を持って全部定めていて、その定めている神様のご計画を私たちが何か例えば御言葉を読むとかお祈りするとか誰かのアドバイスによって神の決めておられることを探り求め、ああそうかと分かってそれに従っていく、これね私がもともと習った人生の生き方ですよ、クリスチャンの生き方。そうするとね問題になるのは、じゃあどうやったら神様の決めておられることが分かるかってことですよね。でこれなかなか分からないですよ。で
単に聞くことだったらいいですよ。でもね、誰々と結婚するとか、こういう仕事選ぶとか、そういうことになって御心だと思ってね、御言葉が示されたからこの御言葉によって従ってこうやったんだけど、やっぱり間違いでしたって言っても簡単に変えられないことってありますよね。でそうなったら、さっきの話、やっぱりね、神様の前にすいません、あなたの御心分かんなくて失敗しました、ごめんなさいごめんなさいってね、ずっとごめんなさい言いながら一生送るのかと、そういうことにもなるでしょ。ですからこの御心を求めるっていうことのテーマは、今日のこの地を治める包括的福音に生きるということで密接な関係があるんです。でそれ3番目にお話ししたいと思いますので、もう少しお待ちください。さて、包括的福音に生きる地を治めることのまず出発点は、この自然ということを理解することです。ちょっとね、話が大きくなりますけどね、ついてきてくださいね。皆さんが眠そうになったら星の話でもしてちょっとごちゃごちゃしますけど、じゃあ一つお話ししましょうね。あのね、オーストラリアにエバンス牧師っていう人がいるんですよ。この人ね、アマチュア天文家です。牧師ってね、あの一般の人も牧師ってつけるんです。あのマーチン・ルーサー・キング牧師って皆さん言うでしょ。そういうのと同じですよ。あの信仰を持つ持たないにかかわらずね、エバンスさんのことをロバート・エバンスって言うんですけど、牧師ってつける、やっぱ尊敬されてるんですね。でこの人はね、超新星観測者って言うんです。超新星って知ってます？スーパーノヴァ。超新星ってね、すごい新星って意味じゃないですよ超新星ってね、え、芸能人そうしたらいいもん、新しく才能ある人で、ああそうね、なるほどね。あのね、新星と超新星ってね、全然別のものなんですけど、新星って新しい星って書くんです、ノヴァって言うんですが、新星ってのはね、近接連星って言って2つの恒星がこうお互いの共通重心を周りにね、こう回転している、その中でこうガスのやり取りがあって、ある時ね、硬直円盤って言って恒星の周りにこう水素のガスが溜まってきて、ある時ポッとそれに火がついてね、パッと明るくなるんですよ。そうするとね、まるで星が生まれたかのように見える、これが新星っていうんです。難しい話ですかさあ、超新星はどうか、これはまた全然違う見方です。皆さん、星ってね、あの赤ちゃんの星もあれば年寄りの星もあるんですよ。星ってどうやってできるか知ってますか？星ってね、これ話すとなんか全部時間終わっちゃいそうで危ないな、ちょっと短くしますね。宇宙空間に、まあ、いろんな事情で宇宙空間には水素ガスがあるんです。パランパランとあるんですよ。いっぱいはないんですよ。ほとんど真空だけどパランパラン。それが何らかの事情でね、水素原子同士がこう重力で引き合って、水素原子が2つ、3つ、4つって集まってくる。そうすると集まってくるとまた重力が増えるから、ますますこう集まってきて、まあ、雪だるま式にですね、水素ガスが集まってくる。そうすると重力を持つことによって内部が熱くなってきて、だん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 、昨日もちょっと話しましたけど、中心温度がね、摂氏1億度ぐらい、ちょっと想像つかないけどね、1億度ぐらいになるとね、核融合っていう水素原子4つがヘリウム原子1個に変わるときに少し質量が減るんですね。質量が減る分が E=MC² っていうアインシュタインの公式によってエネルギーに変わって、エネルギーが光とか熱になって宇宙空間に放出される。これが恒星。恒星っていうのは常に光っている、そういう意味ですけどね、その誕生です。で燃料は水素です。でずっと燃料をヘリウム、水素ヘリウムに変える作用が続いていて、今太陽はだいたい40億年ぐらい経ってるんです。生まれてから40年じゃないと、40億年、今壮年期です。太陽はでも壮年期ってことはね、お年寄りにもなるんです。お年寄りになる時は必ず来ます。あと100億年も経たない、100億年ってちょっと分かんないですけどね、 あるんです。そうなるとお年寄りになっていくとね、だん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 その燃えかすのヘリウムが溜まってきます。でこのヘリウムがね、今度また別の物質に変わっていくんです。どんどん変わっていって、まあ、最後鉄になって、そこであの変換止まっちゃうんですけどね、まあ、いろいろあってだんだんブヨ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 膨らんできて、これ赤色巨星っていうのになってくるんです。最後赤くてね、ブヨブヨ膨れた星、あのベテルギウスってオリオン座の左上の星、赤い星ですが、あれいつ爆発して命が終わってもおかしくないような、
明日かもしれないし1000年後かもしれないですけどね、天文学のスケールからすると明日って言ってもね、もうずっと先かもしれないんですけど、太陽の重さの8倍以上の星と太陽の重さの8倍以下の星でね、その後の運命が違うんです。太陽の質量の8倍以下の星は爆発はしないでシューンと縮まっちゃうんです。皆さんの中にもね、パーンと爆発する人とシューンとする人っているでしょそのシューンとする方で、これね、最後白色矮星ってなって終わるんです。小さくなって白くなって終わり。これがね、太陽の質量の8倍以上、まあ、この8倍っていうものの境目を発見したのがインドのね、チャンドラセカールっていう若い数学者だったんですけど、30年間も認められない天才的な天文学者が見つけたんですが、8倍以上の星はね、最後爆発するんです。爆発して宇宙空間にバーンと物質を放出して、それでね、で私この超新星観測をずっとやってたんです。その専門だったんですけど、遠い遠い銀河が、銀河系みたいな銀河がね、雲の切れ端みたいに私の望遠鏡を見えるんですよ。その1000億2000億の星に匹敵するぐらいの明るさがたった1個の星によって出てくるんです。言ってる意味わかります？あのね、原子炉の爆発と同じ、ちょっと物騒ですけど、原子炉、原子の反応によってエネルギーを出す原子炉が事故を起こすと、そういうことになるってことですよ。1000億2000億の星が出している光に相当するくらいのエネルギーをたった1個の星の爆発で出すんです。そうするとね、遠いね、銀河の中にピカッと星が見える。これすごいことです。なんかここまで話すんだったらデータ持ってくればよかったなと思って、話のデータいろいろあるんですけどね。で、それで終わんないで、皆さんブラックホールって聞いたことあるでしょ。ものすごく重たい星が爆発すると最後にブラックホールになるんです。これは重力崩壊って言って、あの、なんて言いましょうかね、その最後自分自身が潰れていくんです。そして光っていうのは重力が強いと曲がる性質があるんだけど、あまりにも重力が強いと光がですね、こう曲がって元に戻ってきてしまって外に出なくなって、宇宙にぽっかり黒い穴が開くような天体ができると。昔はそんなの嘘だってね、あのチャンドラセカールってさっきの人はそれを予告したんですが、誰も相手にしなかった。ところが今もう電波望遠鏡、あのチリに今アルマ望遠鏡っていうのができましたけどね、それでね、ブラックホールが次々にもう見つかってます。アインシュタインの予告通り。この間重力波って見つかったの知ってます？あれね、いや嬉しいですね、感動してくれて重力波ってね、ブラックホール同士の合体、ブラックホールとブラックホールがくっついたことによって宇宙に重力のさざ波ができて、それがついにね、観測で発見されたんですよ。いやー、すごい時代に来てますよねこれ天文学の今、まあ、最先端の話。もうまた興味がある方はいくらでもお話しますけど、ね、自然というのはそういう、あ、エヴァンス牧師の話ね短くしますね。エヴァンス牧師は超新星の観測者、それもね、機械を使わないで自分の手製の望遠鏡、あ、手製じゃないか、大きな望遠鏡を自分で振り回してね、一晩で何百個超新星を観測する。これ結構大変ですよ。だって肉眼では全然見えない天体を自分の大きな望遠鏡で導入してね、明るさ測るんですから。私もやってましたから大変さはよくわかるんですが、で、ある時ね、マスコミの人がエヴァンス牧師に聞いたんです。あなたは超新星を観測するときに神を感じますか？それエヴァンスさん、なんて答えたら知ってますか？そんな暇はありません私ね、この答えが好きなんです私ね、星見てるでしょ、進学校でも星見せたりする。そうするとね、必ず言われることはね、いやー、これもね、神の創造の技をね、見て素晴らしいですよね、もう伝道にもつながるしでね、みんな言うんですけどね、申し訳ないけど私はそんなね、高尚なこと考えてないんです。そこにある宇宙を自分の目で見るっていうことがいかに面白いかって、もうそれだけで見てるんです。で、私も超新星の観測してたけど、すごくね、神経使う、もうものすごい集中しないと観測できないんです。だからこれも神の栄光のためだとか、
これも伝統に役立つとかね、そんなこと考えてないから、ごめんなさいね、こう言うとね、なんかすごい私不信感に聞こえるでしょ。でもね、今日のね、包括的福音を理解するっていうこととちょっと関係があるんです。だからなんかあまりにも真面目になってしまってね、何でもこれは神の栄光のためだと、神の御心にかなっているんだということをいつも考えながら私たちが生きていかなきゃいけないかというとね、そうじゃないんですよ。聖書が言ってるメッセージはね、もっと懐が広いというか大きいんです。皆さんが一生懸命何か物を作るとか、絵を描く、音楽を作る、何でもいいんですが、そういう皆さんが活動することそのものが神の前に価値があるんです。そして神はそこに皆さんのその技に、神ご自身の技を委ねておられて、でこの地を治めるということを神と私たちが一緒にやっていけるように、私たちに自由を与えてくれてるんですね。そのことをお伝えしたくて、ただのエヴァンス牧師の話をするのがこんな時間かかっちゃったんですけど、ニュアンスを、ね、うまく伝えられるかどうかわからないんですが、そういうことなんです。でちょっと本文入りますね。しまった、時間もだいぶ取った、出発点は自然理解と、包括的福音理解に基づく包括的宣教を神学的に深める上で鍵となる出発点は、我々福音に生きる者が文化命令、これね、さっき読んでいただいた御言葉の後半の方ですね、創世記書28節、これ文化命令ってよく言うんですけど、に基づき統治管理を命じられているこの自然ネイチャーであると。したがって最初になすべきはキリスト教的自然理解、すなわち私たちが生きてそこに置かれている宇宙も含めた自然界、まあ、これ被造物とも言いますね、クリエイチャーとも言いますけど、被造物を神がどのようなものとして創造し収めているのか、その自然を支配するよう委託された神の形、まあ、イメージを置くと、神の形としての人間の在り方、そして贖いの対象でもある自然、これね、また本当は説明必要なんですが、最後神が新天新地を完成させるときに、壊れてしまったこの自然界をもう回復されるっていうことが聖書のね、特にローマ書の8章にはっきり書いてあるんですね。今被造物を埋めている、これもね、先ほど報告になった地震とかこの自然災害がその被造物の埋めきなのかどうかっていうのがね、なかなかこれは難しいテーマなんです。つまり普通に起こっている地震とか台風とかね、あるでしょ、災害、普通に起こっていることなのか、それとも何か人間に対して神がメッセージを発している現象なのかどうかって、ね、これなかなか難しい。でこれを裁きだなんて言っちゃうとえらいことになりますよね。これ昨日お話ししたと思いますけど、これはまだ私もはっきりした答えを持っていないんですが、ただ一つ分かることは、そういう被害が出る津波によって東日本大震災、たくさん人が死にました。それは裁きではなく収めるようにと命じられていること、もう収めるって言っても止めることできませんよね。地震を止めることはできない。じゃあどうやったら私たちはその自然界の猛威、脅威と共存していくことができるのかっていうことを一生懸命こう科学とか歴史とか技術とかことをこう駆使しながら考えていくように、神様は私たちに期待してるんじゃないかなって思います。だから犠牲者が出た、被害が出たということは神も悲しんでいるし、私たちも悲しみます。そこにそれ以上に何のかの裁きだとか、そういう意味付けをするべきではないと思います。ただなんとか被害が最小限になるように、例えば倒れないように家のね設計を変えるとか、海の近くから少し離れたところに住むとか、これは人間の知恵である程度できることですよね。そういうことをこういうことを通してまた学んで学習して、次の世代に引き継いでいくっていうことを期待されているなということは思います。今日そのことをちょっとお話ししたいと思ってるんですけどね、どうやって管理するかというで、太字のところが一章28節です。もう一回、一章26、27ですね、もう一回読みます。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に見せて、彼らは海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。この支配するようにっていうのが今日のテーマになります。で、
神の形で出てきましたよね。我々の形、我々ってなんで神が複数なんだって今はもう立ち入りませんけれども、神の形と理解してください。ところで神の形に創造された人間、その神の形の本質は何かでね、この神の形ということを考えるときに主に3つの見方があります。実体的に見るか、機能、関係的に見るか、機能的に見るか。これどういうことかというとね、実体的っていうのは例えば人間の精神、ね、頭脳、精神、理性、これが神の形なんだ、このある一つのものに特定する考え方です。で関係的理解というのは神と人の交わり、神と人の関係性の中にこそ神の形があるんだ、神の形としての人間の特異性があるんだという考え方で、3つ目の機能的、これがね今日のテーマになるんですが、機能的っていうのは地を治める、地を管理する、地を支配するということにおいて初めて神の形という私たちの役割を果たせるんだという、こういう考え方です。私はこの3つは3つとも正しいと思っています。どれが一つということではない。ただ今日はこの3つ目の地を治めということに光を当てて、神の形に作られた私たちがイエス様を信じ、罪許されて贖われて、もう一度地を治める働きへと使わされているんだということを皆さんにお伝えしたいと思っております。で、中のですね22というところ、一番下3行目、これはホリネスの狭山の教会の内藤達郎先生という先生が、JEA の総会で閉会礼拝でメッセージをしたんですね。その原稿の一部なんですが、私大変この文章は良いと思って、私の考えてたことをそのまま言ってくださっていたので、ちょっと読みますね。創世記1章26節によると、神様は神様の形に人間を作るほどに人間の私たちを信頼し期待して作られ、そしてこの世界を治めてほしいと願いました。つまりこの世界のすべて、神様が創造された天と地とを治めるようにとの使命が与えられたのです。これは人間に与えられたのみか、夫婦、そして16ページ、教会に与えられた使命です。この世界を治めるということは、神様が第1日から第6日までの間に創造された思いと意図を理解して、これ昨日のスモールグループでやったと思いますけどね、打ち合わせなしでこういうふうにうまくいくことは素晴らしいですね理解して神様の願っているように治めるということです。この使命を果たすはずの人間アダムといえば、神に従わず自分の考えを優先して自らの命のみか、この世界の命を損ない始めました。これ、アダムとエバが罪を犯したことによって、この地が呪われたと創世記3章に書いてあることなんです。そこで神様はこの人間の罪を許し、この使命を果たす者に回復するために救い主を使わすことを予言し、そして実現されました。救いは人間の個人的な救いと幸せのためだけではなく、この世界を治める者へと回復するためではないでしょうか。ここは大事ですね。人はイエス・キリストを主としなければ、神様の思いに従ってこの世界を治める使命を果たすことはできません。創世記1章26から28節と3章を見ると、神より与えられた天地を治める使命を果たすために救いがあるということではないでしょうか。だから自分だけが天国に行ける、天国行ける切符をもらうための救いということ以上に、この地の管理者として、地を治める者として私たちは救われたんだ、もう一度本来人間に与えられた使命を取り戻し、御心にかなってそれを御心で使っちゃった、果たすために救われたんだということになるんですね。ローザンの会議でも宣教は伝道と社会的責任と理解されてきました。しかしむしろ教会にはこの世界を治める使命があると理解すべきかもしれません。キリスト者はこの使命のためにこの世界に派遣されています。原発も環境保全も政治経済教育福祉も司法も平和も、私たちがこの世界を治めるために関わる必要があります。全世界の人々に福音を伝えることの大切さはそうなのではなりません。しかしその目的がこの世界への使命を果たすためであることを土台にされる必要があるでしょう。いいでしょう。地を管理する、地を治めるということを土台にして、もう一度私たちが救われた意味、この世界、この世に関わっていく意味を考え直しましょうという、もうこれだけで今日の話終わってもいいんですけど、もう少しこれに加えていきたいと思います。それで
自然のとこですね。あ、そうか。16ページの本文の上から、ああ2段目ですね。キリスト者の社会的責任をが意味する内容と包括する分野は多岐にわたるが、聖書的な出発点はいわゆる文化命令、これが1章28節です。そして、太字になっていますが、地を従えよ、すべての生き物を支配せよ、スリムはサーバントリーダーズインミニストリーですね。私たちはサーバント、主のサーバントになっていくということと、従える、支配するということをどう矛盾なく結びつけていくかっていうのが大切ですね。一見これ逆の概念でしょ。従えるとか支配するって上からっていうふうに考えますよね。でもそうじゃないんです。この神に仕え、この世界に仕えつつ支配する、従えるということが聖書によればね、できるはずなんですよ。そうしなければいけないんです。でも残念ながら人類の歴史の中でこれが誤って行使されてきた。それをこれからお話ししたいと思います。この世を知るには名前を付けて研究する必要があるということはちょっと書いてありますね。飛ばして丸2番いきましょう。非造物の統治管理、ちょっとシリアスな話ですよこれ。創世記1章28節の地を従えよ、すべての生き物を支配せよとの御言葉こそ今日の環境破壊を生み出した元凶であると指摘したのが、これがホワイトという学者でありました。カリフォルニア大学の歴史学教授でヨーロッパ中世農業技術が専門の科学技術史家リン・ホワイト・ジュニアは論文、現在の生態学的危機の歴史的根源、これね、機械と神という日本語の本で今手に入ります。古い本ですが、古本でも買えますから興味のある方は買ってみてください。どっかに中で載ってます。現在の生態学的危機、まあいろいろありますよね。絶滅危惧種ができちゃったとか、環境汚染とかです。それは西洋キリスト教、その人間観、世界観、自然観、つまり地を支配するということをやったから環境が壊れたんだと、そう彼は指摘したんです。で、世界に大きな衝撃を与えました。ちょっと長い文章になりますがね、これせっかくですからこのホワイトが実際言ってることを、ね、ここで読んでみたいと思います。そのところの最後の行から、ではキリスト教は人々にその環境との関係について何と告げているのだろうか。17ページ。キリスト教はユダヤ教から繰り返さず直線的な時間概念だけではなく驚くべき創造物語を受け継いだ。段階を追って愛と全能の神は光と闇、天体、地球、全ての植物、動物、魚を創造したのである。最後に神はアダムと、それから考え直して男は寂しくないようにイブを創造した。男は全ての動物に名前を付け、このようにして動物全てに対する支配権を確立した。これはある、まあ合ってますよね。神はこれら全てのことを明らかに人間の利益のためと、また人間に対する命令として計画したのである。物理的創造のうちのどの1項目をとっても、それは人間のために使えるという以外の目的を持ってはいない。さて、昨日、スモールグループでどんなふうにね、創世記一章を学んだでしょうね。そして人間の体は粘土から作られたけれども、人間は自然の単なる一部ではない。人間は神の像、神の形をかたどって作られているのである。キリスト教の特にその西方的な形式は世界がこれまで知っている中でも最も人間中心的な宗教である。キリスト教は古代の異教やアジアの宗教と全く正反対に人と自然の二元論を打ち立てただけではなく、人が自分のために自然を搾取することが神の意思であると主張したのであった。どうですかね。古代にあっては全ての、あ、ごめんなさい、全ての次ね、木、あのトゥリーの方です。全ての木、全ての泉、全ての流れ、全ての丘はそれ自身の守護神を持っていた。つまり自然界に霊が宿るっていう考え方だったんです。それ日本もそうでしょ、ね、木を切りかな、山を掘り、小川をせき止める前に
その場所を特に守っている神をなだめ、なだめたままにしておくことが重要であった。このような異教の仏活論を破壊することで、キリスト教は自然物の感情を気にしないような仕方で自然を搾取することができるようにしたのであった。以前に人間から自然を守っていた自然的事物の中の守護神は蒸発してしまった。この世界における人間の精鋭、これ妊婦のだよに対する独占が確認され、そして自然の搾取に対する古い抑制は外されてしまったのである。西欧科学がその長い形成期の 何世紀もの間、科学者たちが一貫して科学者の仕事と報いとは神に倣って神の考えを追うことであると言い続けてきたため、これが科学者たちの本当の動機であると信じるようになった。もしそうであるならば、その時には近代的な西欧科学はキリスト教神学の母体の中で鋳造されたのである。ユダヤ・キリスト教の創造教理によって形作られた宗教的献身のダイナミズムこそ、それに弾みを与えたのである。我々は多くのキリスト教徒にとっては金色の結論の方に向かっているように思われる。科学も技術も我々の今の用語の中では喜ばしい言葉であるから、第一に歴史的に見て近代科学は自然科学の延長であると考え、延長であるとする考え、また第二に技術は少なくとも部分的に人間は自然を超越しており、当然自然に対する支配権を持つというキリスト教教理の西洋的意思的主義的実現であると説明する考えにある人は満足するかもしれない。しかし我々がこれまで見てきたように、今から1世紀ちょっと以前にそれまで全く離れていた活動であった科学と技術が一緒になり、多くの生態学上の結果から判断して抑制の効かなくなる力を人類に与えたのであった。もしそうなら、キリスト教はとてつもない罪の重荷を負うているのである。キリスト教徒にとっては一本の木は物理的事実以上の何者でもありえない。神聖な森という考えそのものがキリスト教に無縁のものであり、西洋のエイトスに無縁のものである。2000年近くもの間、キリスト教の伝道師は神聖な森を切り倒してきた。それは自然に精神を前提するゆえ偶像礼拝なのであった。こういう文章です。どうですか皆さん。あのね、全否定はできないですよ。これ結構皮肉っぽいけど、なるほど、こういう見方もされちゃうなってね。で、実際世界のですよ、こう環境破壊をしている国ってみんなキリスト教国なんですよ。乱暴な言い方するとね、原発作ったのってそうでしょ。自然科学の理論的な探求と科学技術が別々の歩みだったらまだ良かったんですけどね。あのガリレオ裁判の時に大きな転機を迎えたんです。これはね、あのちょっと私の個人的な専門分野でもあるので後でちょっと紹介します。あの原発と私たちの責任っていう本を今から3年ぐらい前かな、あのいろんな他の進学校の人たちと書きまして、あの私のところに在庫はだいぶあるんですけど、もしで、ね、持ってない方で読みたい方がいたら、ちょっとお送りできると思いますので、本は500円なんですけど、ヨーロッパまで送ると送料が高くなっちゃうと思いますけどね。でも読んでいただければ。あ、でもあれだな、私 の書いた文章のところだけメールで送ってもいいんだよね。別に儲けるつもり全然ないので、そうするか。今ひらめきました。 PDF にしちゃえばいいんだよね。でも分量多いですよ、かなり。これの原稿の何倍もありますけどね。でもきっとヤブキ先生はそれ読んでくださって感謝ですちょっと長い文章なんですけどね。私それ書いてて思ったのはね、一人のクリスチャンとして何にも知らなかったってことです。今まで報道されてきた原発のいい情報ばっかり聞いていて、それが聖書とか信仰とどういう関係があるのか何にも考えないで鵜呑みしてきた。温暖化対策だとか言ってね、原発はクリーンエネルギーだなと思ってた。とんでもないということが、皆さんの中に違う考えがあってもいいんですよ。私押し付けるつもりないんですけど、私が自分で調べてみてそういうことが分かってきた。でそのことをちょっと長いんですけど文章にして、日本のですね、進学会の研究発表で担当して、してそれをブックレットしましたので、いろんな批判を受けましたけどねでももし欲しい方いたらまた後でお送
できると思います。でこういうこのですね、ちょっと皮肉っぽく偏った考えのように聞こえるけれども、今の引用の文章の後見てください。この批判と警告は環境破壊の原因を全て聖書の地を支配せよとのステレオタイプ的解釈、言い方に言えるようなね解釈と、西洋キリスト教の歩みに帰する単純化の問題はあるにせよ、大方の同意を得、キリスト教会はこの批判に応えるべく聖書本来の正しい解釈と科学や技術の歴史的歩みを検証する必要に迫られた。これが現実です。で、このリー・ホワイトに対する批判、マクグラスという学者の批判を中央の方に書いておきましたから、後で読んでみてください。他方、ムチキ・ヨシユキ、これ学者の名前ですから呼び捨てにしてありますが、ムチキ・ヨシユキ先生、今聖書宣教会の校長先生ですね、私も一緒に今神学委員会やってるんですが、ムチキ先生は地を従えよをヘブルも言語のや創世記の文脈から詳細に論じ、神の支配とは人を導き守る羊飼いとしての神の技であり、神の形である人間の役割とは地を導き守り養うことであると述べる。それは単なる管理者や保護者以上の統治支配者というニュアンスを含んでおり、人に対する18ページ、地を従えよとの命令はノア以後も基本的に変わっていない。これは藤木先生の文章の引用です。地を従えよとは自然全般と人間との関係を言い表し、人に神の秘蔵世界全体の秩序を支配するようにされた。それが神の形として作られた人間の使命である。人は神の形であるので、人は当然他の被造物の上に立つべく作られている。人間は被造物の主として王として任命され、地球を治め従わせるために建てられた。ですからね、リー・ホワイトのあの意見に対して、いや、キリスト教はね、聖書は地を支配するよって言ってるんじゃなくて、地を管理しろと言われているんだと、こうちょっと弱めて対抗してきたんです今まで。でも言語からよく調べてみると、やっぱり創世記の1章28節にはね、支配するとか統治するって意味があるんですね。あるんです。でそれを悪用して結果が出たっていうことであって、やっぱり私たち悔い改めなきゃいけないんじゃないかというのが私の考えです。単にリン・ホワイトはね、言い過ぎなんだ、あれはキリスト教の敵だとか言ってね、言っちゃってしまうではなくって、やっぱり私たちの側にある種の原因があるじゃないかな。何も知らないっていうのもね、それに加担してることと同じですから、やっぱり私たちも現状知らなきゃいけないよね。で、それはやっぱり自然科学のね、歴史をずっと、特にガリレオ以降の歴史を見てこなきゃいけないので、そのブックレットの本を読んでいただければと思っております。で、中澤圭介先生という私も親しくしている先生は、やっぱり管理という意味じゃないか、その中澤先生の文章の 1,2,3,4,5,6 行目、すると上から目線の支配ではなく横からの目線の管理という言葉の方がふさわしいように思いますと言ってます。で、私はですね、この無知気論と中澤論の間を取りまして、統治スラッシュ管理って両方を、ね、使おうかな、非常にずるいやり方をしております。一応この後下噛みそうですけどね、統治スラッシュ管理2つがさっきの創世記1章28節の人間に命じられた意味だと、一応そのように話をしていきたいと思います。そして、さてというところですね、エデンの園におけるアダムとエヴァの堕落の結果、人間と自然との間の関係性に何が起きたのか。2つの困った状況が起こった。1つは人間が原初において完全であった神の形ではなくなり、本来的に統治支配権を行使した被造物支配の責任が与えられてはいても、今や完全な神の形と支配することができなくなってしまった。これありますよね。でね、この人間が犯した罪によって神の形である、その神の形がどこまで壊れてしまったのかって、これが歴史の中でね、うーんと壊れちゃった、もう全然ダメになっちゃったっていう考え方と、いや、それは一部に過ぎないんだって考え方と、大きく2つに分かれるんです。今でも折り合いはついてない部分があるんですけどね。だからさっきの神の栄光のためっていう方は、人間は壊れちゃったんだっていうことです。でも地を治めるために、私たちはもう一回神の形を回復されて、イエス様によって回復されたんだ。これは今の後者の方ってことです。
大きく2つに伝わって分けることができるでしょう。で、土地も呪われたと。茨城とアザミが生え、非造物が興味に服した。ローマ書8章の節。人間の堕落ゆえ、虚無に服した被造物は我々自身の体も含め埋めきつつ贖われる日を待ち望んでいます。これは実際そうですね。まあ、私たちの体だって環境だって不完全だし、私ももう60が近くなってくるとね、あっちが痛いこっちが具合悪いってね、前はね、お年寄りがずっといつもうちの親なんか言うの笑ってたんですけどね、自分がその年になったらやばそうだ、気持ちは前に行ってたけど足がもつれちゃうとかね、あるんですよね。悲しいけど、そういう不完全な状況から解放されて元の完全な姿へと買い戻され、買い戻しってこれ贖わないってことですよ、贖われて回復させられるということで、贖いって言葉をね、もともとあった良い状態にもう一回回復されるっていう意味を含んでいるんです。単に罪許されてっていうことだけじゃなくてね、もう一回私たちが本来作られたこの人間の理想的な姿へと買い戻される、贖われる、これが最後私たちを待っている体の復活です。だから復活って大事なんですよね。次ね、大事なところなんですけど、元の完全な姿へと買い戻され回復されるということである。それは詳細は不明だが、新天新地の完成が今の被造世界と何らかの連続性や関連性を持っていることを暗示する。つまり今の被造世界が全て失われ滅びた後に、今とは断絶した形で全く新しい新天新地が現れるわけではないのである。次の段階、これはマンダラに聞きました。現在の地上における営みが永遠の御国との連続性を持ち、地上での忠実な働きが何らかの意味で完成された未来の御国へと持ち込まれることを意味する。ここがとても大事なところなんです。従来の神罪救い天国っていう、こう救済論でいきますとね、もうイエス様を信じることだけがこの地上に生きる上で一番大事なことであって、イエス様を信じて救われたらあとはもう天国へ行くのを待つだけ。極端に言うとね、この地上における文化の営みとかも結局罪の技なんだから、そういうものはもう消えてなくなってしまうんだから、一番価値があるのは誰かに福音を伝えて伝道してその人をクリスチャンにすることだ、こういう方向に進みがちなんです。で、従来私が救われた頃はそうでした。でもその後、社会的な責任なんてことは言われるようになって、クリスチャンもこの地上の社会的な営みに参与していく意味があるんだって言われるようになって、うん、そうだなと思ったんだけど、なんていうかな、神学的な根拠がないんですよね。聖書における地を治めるということの関連性が説明されないまま、いや社会的な働き大事だからって言われてきた、もやもやしてきた。で、それで 3.11 の大震災があって、もう一回考え直してみたら、あ、やっぱりそうかということで、まあ、そのですね、答えっていうかな、一つの回答を皆さんにお伝えしたいと思っております。随分時間がかかってようやく整理できてきたんですけど、で、一つ鍵になるのは今お話ししたように、やがてイエス様が再臨された時に新しい天と新しい地が完成します。知ってますよね。その時に、じゃあ今私たちがこの世界で営んでいるこの営みはどうなるのか、全部消えてなくなるのかというと、どうもそうではない、はっきりは分からないけど、連続性があるっていうことが分かってきました。皆さん新天新地でね、復活の体もらうんだけど、今の皆さんと顔は似てると思います？いや、もうちょっと若い方が綺麗だったら、若い頃の顔だったらいいけどなとかね、そんな話題ありますよね、教会で。何歳ぐらいの体に復活するんだろうなとかね。でもね、聖書を読むと、なんだっけ、男も女もない、めとることもとつくこともなく天の御塚のようだって、からあれじゃあ性別関係なくなっちゃってどうなのかな、御国が完成してね、そこで皆さんと接したら、あと誰ですかってね言われちゃうと寂しいなと。その時に今やってることがどうつながっていくんだろうかって、私すごくそれ関心があって、で、ね、これね、ちっちゃなことじゃないんですよ。それによって今皆さん携わっている芸術にしろ、経済活動にしろ、
子育てにしろ何でもいいんですが、そういう地上の技が価値があるかどうかに大きな影響を与えるんです。悲観的終末論というのがあってね、もうどうせこの世は滅びるんだから、さっきもお話ししたようにイエス様を信じなさいと伝道することだけは価値がある、これ極端な悲観的終末論ですよね。そうするとね、もう再臨をひたすら待ち望んで、そんなにもう学校なんて行ってる暇はないんだ、仕事なんかしてる暇はないんだ、とにかくね伝道して伝道してって、なんかあるグループでね、そういうのありますね、個別訪問してやる異端のグループありますけど、でも結局彼らはそういう努力でやってるわけですよ。14万4千人に入るためにね、一生懸命やってるわけです。同じようにもし私たち福音派のクリスチャンがなってしまったらどうですか。職場に行って、なんだかこの人クリスチャンだって面接で言ってたけどね、仕事に身が入らないで、なんかいつもね気の悪い聖書を読んでね、隠れてこそこそ個人伝道っていうのなんかやって、仕事ちゃんとやれよってね言われちゃいますよ。それが本当に神の喜ばれる職業人なのかっていうと、私はそうは思わない。ちゃんと仕事すべきですよ。物を作るんだったらいいものを作るべきですよ、ね、でこれ一般刑事とかね、一般恩寵っていうことも言うんだけど、神様は信仰あるなしにかかわらず人類全体にですね愛を注いでくださってるんです。よくね神学校で聞くんだけど、例えばね歯医者さんにしましょうか。皆さん腕がものすごくいいけれども、イエス様知らない未信者の歯医者さんと腕はあんまり良くないんだけどクリスチャンの歯医者さんと会ったらどっち行きますじゃあ聞いてみるね腕はいいんだけど信仰も持ってない歯医者さんに行く人腕はあんまり良くないんだけどクリスチャンの歯医者さんに行きたい人、誰もいないそうですか、そういうテーマなんですこのテーマって結局人間論的に考えてクリスチャンがやってることが何でも素晴らしくて正しくてね最高のものであって、この世の技は価値がないんだとしてしまう神学は私は偏ってると思うんですね。あるところでねこういう話したらね、いや私は腕が良くてクリスチャンの人にどこに行きますか、ね、都合のいいこと言ってねだから何でもこう罪の世だとかね、この世とかこう人間論的にね考えて、この世には価値がない、罪人の技はダメなんだっていうふうにしていくやり方っていうのは、やっぱり聖書が言っている世界観と違うんじゃないかなと思っています。これ結局ね自由意志の問題にもかかってくるんですよね。人間が自分の自由意志で物事を判断していくことがどこまで今できるのか、確かにこれ後でまたお話しますけど、確かに人間が自由意志を乱用して多くの罪の歴史を作ってきたのは事実ですよ。じゃあやっぱり神の御心ってことをね探り求めて、神が決めておられる通りに生きていくことが人間にとって正しいのかっていうと理想に聞こえるけど、そのできないんですよ、分かんないから。やっぱり聖書全体からのメッセージはね、罪を持っていても欠けがあってもイエス様に頼りながら、罪許されて、ね、イエス様教えてくださいと祈りながら、それこそ信じます不信仰な私をお助けくださいってね言いながら、この世の営みの中で右か左かを選ぶ、こっちが正しいかな、こっちがいいんじゃないかなって選んでいく、それを神様許してくださっていて、むしろ積極的に私たちにそれを委ねてくださっている、でこれが地を管理することだと私は理解しているんですね。結構ねこうトータルな一つのこう世界観なんですよ。この世界観をしっかり構築するかしないかによって皆さんの日々の営みが大きく左右されます。結構影響大きいですからね。私自身が大きかったですから、それ以来安心して私は楽しんで星を見れるようになりましたからねそれまではね、これ僕教会から社員もらってその社員で望遠鏡買っていいのかなとかねつまんないこと考えちゃうんですよ。でもこれ牧師にとっては結構ね真剣なテーマですよ。性能のいい言葉を乗りたいけどね、やっぱりこれ献金によって支えられてるからボロい中古車がいいのかなとかねそれで事故を起こしたらバチャバチャですよね。でいい車に乗ってね、家
体的に本当にこう霊的にもいい状態で働きした方が私はずっといいと思うんですけどね。あんまりなかなかそううまくいかないんですけど私が住んでる根室はね、周囲の家がお金持ちばっかりなんですよ。で、ね、もうね、会社がね7割8割ですよ。ベーツとか BM とかね、うちステップワゴンなんですけどねちょっと安心してるんですけど、でも私がもしねベンツを買ってね乗ったらどうでしょう。私の知ってる牧師でね、あの会社乗ってる人いますよ。私もそういう風に大体乗ってみたいなと思うけどね。でもやっぱりどうしても周り気にしちゃいますね。やっぱりもうちょっとあの製品に甘んじなければいけないかなと思って、もう13年目のステップワゴンに乗ってますけどね。あのどうでもいいことなんですけど、こういう一つ一つのことに影響あるんです。それで、御国に持ち込まれると、アンダーラインのところもうちょっといきますよ。還元するなら今のこの地上における社会的活動すべては神の目に意義あるものと認められており、委ねられた働きへの忠実さ誠実さが問われているということだ。もしそうでなければこの世の生活はキリスト者にとって仮初めの意味しか持たなくなり、悪い意味で御国の待合室とかしてしまうでありましょう。ただ天国に行くのを待ってるだけで、はっきり言ってやる気のない人生ですよね。そんなはずはない。しかし、あ、したがって我々はここに体の贖い、まあ、復活ですねを待ち望みつつ、神の形として被造世界を当時管理しながら被造世界の贖いをも待ち望む、もう一回新天神完成するという地上における性の枠組みと意味付けを確認できると思います。でこの後書いてあるのはね、あの神学者のちょっと意見つけてあるんですが、イエス様を信じて罪許された時に果たしてこの地を治める管理権、地を治めていく能力、資格が回復されたかどうかっていう議論です。で結論を急いじゃいますけど、私はそれが回復されたと考えております。詳しいことはここ読んでください。そして中澤圭介先生が一番それをよくね、あの教えているので、あの今回中に帰ってきましたが、中澤圭介先生が今あの宣教牧師というのをしている王のキリスト教会という教会のホームページを開けると資料室があって、その資料室の中にこのテーマがザーッと PDF で資料取れるようになってますから、ぜひそれを読んでみてくださればよくわかると思います。イエス様を信じ、イエス様の十字架のあの贖いの技は私たちが地を治めるという働きをもう一度積極的にしていくことのできる回復でもあったんだということですよね。それが必要です。さあ、それで、予定よりだいぶ余計な話をしちゃいまして遅くなっちゃったんですが、最後にこの御心症候群から自由意志による神との共同管理ということをちょっとお話ししたいと思います。ちょっと読みますね。キリスト者は御心、漢字で書くと読めないからひらがなにしておいたんですが、神のご意志のことですね、お知り御心に従うことが重要と言われます。重大な決断や選択、あるいは日々の小さな選択においても、祈りや御言葉、周囲の状況、他者からのアドバイスによって神の御心を知り、それに従うことこそがキリスト者の御心にかなった歩みと一般的に教えられてきましたね。問題はその神の御心が容易にはわからないこと、また仮に分かったとしても素直に従えない自分がいることであろう。従うつもりもないのに御心を知ろうとする、これは占いの罪ですよね。従わないのに出たら知りたい、自分の未来を知りたい。また自分の願いや意思に反した御心が示されることを恐れて、逆にそれが示されたと思い込んで無理に従ったことによりかえって困った状況に追い込まれることもあります。もうちょっとね辛辣な中ですけど、下の中に書いておきました。35のところ、自分はこの異性をどうしても好きにはなれないが御心だと思うので結婚します。どの人も反対しますが御言葉が示され御心と思うのでこのように決断します。こういうことあり得ると思いますか皆さん。私今までの歩みの中でね、私の周囲でこれによって大変残念な結果になった方何人かいました。詳しくは申し上げませんが、私はやっぱ違うんじゃないかと思うんですよね。で大体そういう時っていうのは後でやっぱり御心じゃなかったなって言うんですね。でじゃああの時御言葉によって示されたってあれは一体何だったのかってことになりますでしょう。どうもだから御
心っていうのはね、使わない方がいいんじゃないかなとね思うんですけど、それで今の中のところです。しかし35だと、ね、しかしここでは包括的福音と被造物の管理責任との関連で前者の御心をいかに知るかに焦点を当てたいと思います。そもそも御心を探り求めてそれが分かったら従っていくというキリスト者の生活パターンが妥当で健全な歩みなのかどうかなんです。答え先言っちゃうとね、御言葉で祈りによって示されてから初めて動くっていうことをもししていたら、私たちは、ね、動けなくなっちゃうんですよ。むしろ神様はイエス様の十字架によって私たち罪許され、ある意味で自由意志をこう健全に働かせるように少し回復してくださった。完全ではないよ。だけどある程度それができるようになって、常識的な判断、私たちがそれこそたくさんの選択によって皆さん成り立ってるんですよね。今までの人生っていうのはどっかで一つ選ぶ方向が違っていたら多分皆さんここにいないでしょう。でそれは一つ一つそれこそ密室にこもって聖書を開いて祈ってね決めた結果できたわけじゃないでしょ。もう即座に決めなきゃいけないこともありましたよね。でそういう時にもうしようって祈りつつだけどやってきた、それでいいんです。 そういう自由が私たちには与えられている。でこれが被造物を管理し、そしてこの地上の営みに意味を与え、健全にこの世を管理するということにおいて絶対に必要な人間の役割なんですよ。だから自分は罪人だから分かんないんだ、ダメなんだって言って縮こまっていつもこう閉じこもっていたら、多分ここにいるのは皆さんね、ヨーロッパで活躍してる方々だから、そういうこう後ろ向きの人あんまりいないかもしれませんけれども、でもね、気をつけないとクリスチャンは暗く冷たくつまらない人になりますよね。そういう人にあんま接したくないですからね。やっぱりこの人のように復活した人生を見たいと思いますから、それにはこの理解が必要になるのです。それで、どこまで行ったかね。自分の意志と神の御心はどのような関係にあり、一つ一つの歩み、一つの歩みを定める際どのような手順でそれを確かめるべきなのだろうか。一生懸命御心を求めて食い下がり、それが示されて分かったと思うまで動かないでいるべきなのか。時間切れで前へ進まなければならなくなったときどうするか。一つの決断をしてそれが御心に反していると途中で気づいたときどうしたらいいのか。その際示されたと思った御言葉は何だったのか。御心がはっきり分からなかったなら、とにかく一つの方向に進んでみて、神がストップをかけたら御心ではなく、ストップがかからなかったら御心と判断していいのか。随分これ乱暴な話だね。結局これね、神様あなたが悪いんですってね、アダムが最初にエヴァについてね、あなたが私の隣に置いたこの女が私に誘惑したから私が罪を犯した、最後神の責任にしましたでしょ。あれに近くなっていくんですよ。神様が御心だって言うから私はそうしたのに、こんなひどい状態になってあなたのせいですってね。そうしたら御心どこじゃないですよね。そうならないようにしていかなきゃいけないのです。だからストップかからなかったらあなたがいいって言ったはずなのに、こんなひどい、あなたがストップかけないからこういうことになるんだ。でもね、人類の歴史の中で本当に悲惨出来事っていっぱいあったでしょ。代表は原爆とかホロコーストですけど、よくこういう議論は、なんで神様はストップをかけなかったんだ、こんなにひどいね、何百万人の人が死ぬことに何で神は介入しなかったのか。結局これは神が悪いって言いたいわけですよね。でも神様はそうされなかったんですよ。なぜされなかったのか私には答えがない。でもやっぱり人類全体として責任を負っていく必要がありますよね。誰かがそう判断したんです。ドイツはね、その重荷をずっと負って歩んできた国でしょ。だからそういうところまたこのね、あと私も見る機会あるかもしれないけれども、人間が自分で判断してその責任を取っていくって一体どういうことなんだろうか、クリスチャンとしてどうなんだろうかっていうことをぜひ皆さんも考えていただきたい。決して簡単に答えが出る問題じゃないんですよ。ただはっきりしているのは、神が止めないから正しいと思ったんです、あなたのせいです、これはダメですね。これはダメで、この後ね書いてあること、特別に何かこうピカッときたとかね、示されたとか、これ全然ないとは私は言いません。私もそういう経験少ないけどありますから、
自分が献身を決めた時にはっきり御言葉が教えてくれたことありました。それはね、献身しなさいっていう御言葉じゃなくてね、献身の前に仕事に出ていけっていう御言葉だったんですよね。私の心の中にある非常に不純な、こう社会出たくないという逃避の思いに光を当てて、エレミア書の4章って言ったんだけどね、茨の中に種をまくなっていう言葉だった。バビロン捕囚のね、時の少し前の言葉ですけど、今でもよく覚えてますけど、そういうことありますよ。でもじゃあそれがなかったら御心は分かんないのか、そういうことはないと思います。で、20ページ、そうですね、どこ読もうかな一番上のところちょっと読みましょう。神はその大きな主権的支配の中で人の自由意志を尊重し、ほとんどの事柄において人が自己責任で生きるよう期待し励ましておられます。そうですよね。本来人に与えられた自由意志は、最初の人アダムが罪を犯して以来歪んでしまったのは事実です。これはそうです。自由意志の乱用によって多くの罪の歴史が生まれ、その責任を問われていることも確かです。お話ししたと。しかしその一方で、人間の誤った自由意志の決断が多くなされてきたにもかかわらず、神は主権を持ってこの世界を支配し、あくまでその自由意志を尊重し、愛を持って導き語りかけてこられました。もちろん加えたのはね、人類とともに悩み苦しみ涙を流してこられたんですよ。でもね、高圧的に神が介入して人間をロボットのように扱うことは絶対にしてこなかったんです。それは人間が神の形だからです。神はそして高圧的にこの世を支配するのではなく、驚くべきことに罪深く誤りやすい人と共同してこの世を支配する方法を今も取られています。神の物語に自分の物語を書き込むという話を昨日しました。それとこれがリンクしますね。神様の大きな救いの歴史の中に私たちが組み込まれて、神のご計画の一部を形成しつつあるんですよ。そして私たちにそのことを委ねてくださっている。責任ありますよね。でもそれはね、高圧責任じゃないんです。やってごらん、リスクはあるけどやってごらん、で間違う失敗したらもう一回やり直せばいいから、そういうことでしょうね。決定的な失敗もあるかもしれない。でももう絶望でね、これから先どうにもならないっていうことはないよ。私が最終的には私が全部支配してるから、そういうことだと私は理解しております。聖書の中にですね、上から10センチぐらいのところですけどね、新約聖書にね、神は神の子であるキリスト者をキリストとの共同相続人として召された、こういう素晴らしい言葉、ローマ書8章にあるんです。共同相続人、御国を相続する。神の国はね、未来にあるんじゃないですよ。未来完成しますけどね、神の国は今ここにあるんです。イエス様の来臨とともに、降誕とともに、神の国が先取りされて、今ここには不完全だけど神の国がもう訪れている。その証拠はね、聖霊が注がれたということです。聖霊がペンテコステに注がれて私たちと共にあるからですね。そして神の国というのは神が王様ですから、聖霊がご支配してくださっています。私たちと共にです。私たちも神の国の王という王、驚くべき王である祭司ということもあるんだけどね、そういう身分を与えられて、なんと神と共に聖霊の導きのもとにこの世を管理する使命を与えられているんです。そういうことになります。だから何でも神の主権だ、神の御心だっていう方向とは逆の方向でね、この地上における営みに私たちが責任を持って関わっていくということも大事になってきます。そして神様は自然法則を定めて、その法則に基づいて万物を保持してあげてきましたね。奇跡ってのは起こりますよ。でも滅多には起こりません。基本的には自然法則に基づいて宇宙は運行されているんです。でも全く神が関わってないわけではありません。もし神が関わってないとしたら、これ理心論っていう考え方でね、ちょっと間違った神学になってしまう。神は関わりますけど、全てをこうロボットのように動かすことはしません。特に
人間を被造物の管理者統治者として用いて神と共にこの世を管理するように導いてくださっているんです。段落のところで、それは決して高圧的な先制君主のような支配や管理ではなく、基本的には被造物に与えた秩序と法則性の事実を尊重し、その制限内での管理を指しております。私たちはこの技を神から託されているということであります。もう時間来ましたので、最後に21ページのまとめを読んで終わりにしたいと思います。後でこの辺の文章を読んでおいてください。御心ってこと多分興味があると思いますからね。ごめんなさいね、なんか最初の方で余計な話いたしちゃって。まとめ、聖書の世界観に立ち、宇宙と自然、人間のアイデンティティ、この世における務め、生きる目的と向かうべき方向性を再検討するなら、その中心にイエス・キリストの十字架と復活による贖い、人と世界の回復があります。イエス・キリストによって私たちの世界観、人生観をすっきりと統合することが可能になります。私はこの統合、インテグレーション、これとっても大事だと思っています。そういう世界観を皆さんに持ってほしい。そして皆さんがこのヨーロッパで活動している活動に正しい意味での聖書的なこう根拠を与えてほしいんです。そして、あ、これでいいんだってね、開き直っちゃいけませんけどね、これでいいんだと納得して皆さんの技を続けてほしいと思うのです。あとはその事実を信じ、受け入れ、信頼し、人生を再統合するだけだ。そして神との共同によって祈り続くこの世を管理し、仕事、生活、芸術、レクリエーションなどあらゆる領域で主を認め、広い主の御心に立ってしっかり自分で選択と判断をすべきであると、そういう人生を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、熊本で大きな地震があったというメッセージを聞いた後、私たちは地を治めるということを今共に考えてきました。きっと聖書にはきれいに統合された世界観があるはずです。私たちは十分それをまだ受け止めていませんが、御国が完成するまでの間、先取りされたイエス様の来臨とともに先取りされたこの地にあって、神の国を聖霊に満たされながら主と共に管理していく、そこには自然を高圧的に搾取するのではなく、その特性を生かして、自然を豊かに回復していく技もあるでしょうし、美ということを追求して、芸術やそういったものに携わる方もいるでしょう。あるいは物を生産して人の生活を楽にする、豊かにすることもありましょう。そこで出てくる廃棄物やゴミの問題は深刻ですが、それもちゃんと処理していくような知恵が与えられていくはずです。多くの罪の技があるのは事実です。しかし私たちはキリスト者としてその中に分け入って、私たちが今与えられているこの統合された世界観を持って地を治めていく、管理する技に立ちたいと願います。どうぞ一人一人が何を今自分がすべきなのか、どういう方向に進むべきなのか、正しい意味で御心を探り求め、そして自分の自由意志によって選択をし判断をして、地を治める技へと使わされていけますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。